そうよ、イタリア語もほとんど通じないし、いつもなんだか怒ってるような雰囲気で、感じのいい家族ではなかったわ。今でも日本って不気味な国ってイメージしかないわ。あら、そう？私は日本が好きなのよ。突然ですが、皆様は日本の暗黙の常識やルールと言われるような、日常生活の中にあるルールや常識に違和感を感じたことはありますか？文化は国によって様々な違いがあります。言葉や通貨、食など分かりやすい文化の違いもありますが、一般常識と言われることや日常生活の中でのルールなどについては、他国と比較する機会も少なく、違いに気づきにくいということも多いのです。今回はイタリア人女性が目にした日本ではありふれた日常の風景に驚愕したというエピソードをご紹介いたします。彼女は一体何に驚いたのでしょうか。早速見ていきましょう。暗くて不愛想で他人行儀なはずの日本人が。私はイタリア人のアデーレよ。イタリアで生まれ育って今でもイタリアで暮らしているの。そんな私は日本でとても驚いた経験をしたのよ。ことの始まりは2ヶ月ほど前のことね。幼なじみのビアンカと女子会をしていた時のことよ。アデーレが驚くほど拗ねちゃった子供の頃のお隣さんとの事件は今でも忘れないわ。今じゃ笑い話だけど、あの時は本当に意味がわからなかったわよ。だって庭にあったブルーベリーを一つ食べようとしただけだったのよ。それなのにお隣さんはものすごい剣幕で怒ってブルーベリーは取り上げられたのよ。確かに理不尽な話よね。でも何か事情があったのかも。わからないわ。お隣さんはすぐに引っ越したし、まだ幼かった私には恐怖体験でしかなかったわよ。そのお隣さんは日本人だったわよね。そうよ。イタリア語もほとんど通じないし、いつもなんだか怒ってるような雰囲気で、感じのいい家族ではなかったわ。今でも日本って不気味な国ってイメージしかないわ。あら、そう？私は日本が好きなのよ。え、聞いたことない。ビアンカは人の話を聞くのが上手で、何を話していても同意をしてくれることが多いの。だからいつものようにビアンカも「そうよね」と返してくると思っていたら、まさかの返事で驚いてしまったわ。自分の意見を述べてくることなんて珍しいから、私はビアンカの意見に興味を持ったわ。私この間日本料理を食べたんだけど美味しかったわよ。アデーレは日本料理があまり好きじゃないって言っていたわよね。食べたことはある？ないわ。日本の料理って和洋折衷とかって言って、いろいろなものがごちゃ混ぜ、自国へのこだわりみたいなものが感じられないじゃない。本当に美味しいの？口で説明するのは難しいのよ。アデーレも一度日本に行ってみるといいわ。もし美味しくないと感じたら、私がお詫びにお酒をおごるわ。ビアンカは驚くべき提案をしてきた。突然の提案に、初めは乗り気じゃない反応をしてしまったけど、お酒を飲みながら話していたこともあって、実はちょっと行ってみたいななんてワクワクした気持ちになってしまったの。そして数日後、私は日本行きを決めたわ。日本旅行当日、日本を一番初めに感じたのは羽田空港。そこでの率直な感想を言うと、日本人はせっかちね。私が日本人に持っているイメージはあまりいいものではなくて、暗い、不愛想、他人行儀で他人に興味がないってところ。だから日本に降り立った時は私のイメージ通りじゃないって感じだったわ。空港にいる人の多さにも驚いたんだけど、とにかくその人々が何をそんなに急いでいるのか尋ねたくなるほどせかせかしていたわ。私は日本に関する下調べをたくさんしてきたの。その中で撮り鉄っていう人々の存在を知ったわ。電車が好きでカメラを持って大好きな電車の写真を撮る趣味を持つ人たちのことだとか、羽田空港から移動するため電車を利用しようと思った時に、実際に大きなカメラと路線図を持っている人を見て本当にいるんだと知ったわ。でも日本でも問題になることもある人たちらしいの。夢中になりすぎるあまり線路の上を占拠したり、廃車になる列車やレアな列車には押し寄せて利用者の邪魔になってしまったりと、マナー違反も起こっているらしいわ。本物を見た時これかと思ったのと同時に、きっとこの人たち以外も日本人は個人主義の集まりなんだと思うの。だから関わりを持たないようにしようと改めて心に誓ったわ。そんなことはさておき、今回の私の旅行の目的は
日本のグルメよ。いくつか行ってみようと思うお店は目星をつけてきたわ。気になるところは片っ端から回って味を確かめてやるの。ビアンカを信じていないわけではないけど、日本の料理が美味しい？それは絶対にないと日本に到着してからも思っていたわ。真偽を確かめるべく、私は最初の目的地に移動したの。この移動ではちょっと日本に感心したところがあったわ。電車の種類があまりに多くて迷子になりかけたけど、案内が大きくあって、あんなに複雑なのに迷わないような工夫がされていたわ。それも英語などの外国語の表記もあるから、海外から来た私にも分かりやすかったわ。そして電車の本数と時間よ。ダイヤが細かく決まっていて、驚くほど短い間隔で電車が来るのよ。しかも、どの電車も時間通りに到着して出発するの。イタリアではそんなことはまずないから、驚きを隠せなかったわ。時間通りに電車やバスが到着することなんて、めったにないことだから。イタリア人はおおらかな人種なんだけど、そのせいもあってか時間にルーズな人も多いのよね。だから時間通りに電車が来ないなんてことは当たり前なのよ。それに対して日本は1分や2分遅れただけでも、遅れたことを知らせるアナウンスまで入ったから、それには感動したわ。私は時間は守りたいタイプだから、日本のこの点には本当に感心したわ。だから電車に乗り込んだところで、私はビアンカにメールを送ることにしたの。今回の旅行はビアンカの勧めだし、逐一報告しなくちゃね。だけど、ここで事件が起こってしまったわ。私は乗り換えのために電車を降りて乗り換え先を発見。改札を通ろうとしたら切符が見当たらないの。改札を出た時に確かに出てきて受け取った。だけど、どこに入れたのかわからなくなってしまったの。どこを探しても見当たらなくて、放心状態になってしまったわ。でも、なくしてしまったものは仕方ないから、改めて切符を買い直して電車に乗ることにしたわ。しかし、日本の路線図は複雑すぎるの。目的地を探しても全く見当たらない。しかも、券売機はちょっと列ができているのよ。イタリア人はあまり列に並ぶ文化がないから、行列に並ぶのは時間の無駄な気がして嫌いなんだけど、仕方ないから、並びながら路線図の中から目的地を探していたんだけど、全然見当たらない。だけど、せっかく並んだ行列だし、さっき乗った電車と駅数を比べて、一か八か同じくらいの料金の切符を買うことに決めたんだけど、焦っていることもあってか、さっきは切符を購入できたのに、複雑なタッチパネルで全くどうしたらいいのかわからなくて、フリーズしてしまったわ。列もできているから、進まない私に周りの視線も集まり始めた。だから、駅員さんを探そうと思ったその時のことよ。Are you from? 日本人らしいはっきりとした、それでいて綺麗とは言えない発音の英語が私の耳に届いたの。そこにいたのはさっき私が空港で見た撮り鉄の人だったわ。私は驚いたけど、周りの視線が私たちに集中していたわ。日本人はみんな急いでいるのに、私がこんなところでもたついていたから、きっとみんなイライラして、私は今からこの人に怒鳴られるんだわと直感で思ったわ。しかし、私の予想とは反して、優しい口調でもう一度聞いてきたの。焦っていた私はイタリア語で彼に答えてしまった。どこに行きたいですか？すると彼は片言のイタリア語で話しかけてくれたの。だから私は行きたい場所をメモしていた紙を彼に見せた。ここに、新宿ですね。そうです、新宿です。了解です。まず路線を選択、そして金額が出てくるので、目的地まで選ぶ、そして枚数。これで購入できますよ。なるほど、ありがとうございます。ちなみに観光で来てますか？イタリア語で会話ができる人がいたことに心底安心したわ。そして彼に切符の購入の仕方を教えてもらった。決定して購入をしようとしたところで、彼が止めに入るように質問をしてきたの。はい、観光みたいなものです。それならワンデーパスっていうのがあるから、そっちの方がお得に購入できるよ。乗り放題のチケットさ、食べ歩きなんかにも向いてるよ。食べ歩きですか？乗り放題なんですか？そうそう、乗り放題さ。よかったら僕のアプリで購入してあげるよ。お願いしてもいいですか？ここで取り消しできるから、取り消しをしてくれる？そして、
彼にアプリでワンデーパスというのを買ってもらい、その分のお金を支払い、お礼を告げると彼は、1日限定だから気をつけてね、食べ歩き楽しんでくださいと言って去っていこうとしたの。そこで私は慌てて彼を引き止めた。理由は私がイタリアで遭遇した出来事よ。私のように切符の買い方がわからなかったのか、券売機の前で動けなくなっている外国人がいたの。そこにイタリア人の男性が助けに入った。そして行き先を聞き、切符を購入してあげていた。だけどね、ただの親切では終わらなかったの。ありがとうございますと感謝していた外国人に対し、イタリア人は気にしないでくれ、20ユーロでいいよ、手助け料だよとお金を要求し、その人は支払うしかなくて支払っていたわ。買い方を教えたわけでもないから、その人はまた次も迷うことになる。助けたような顔をして自分がいい思いをする。非常に残念なことだけど、イタリアではよくあることなの。だから私は助けてくれた彼を呼び止め、自らお礼にコーヒーでもご馳走させてくださいと言ったわ。高額な要求をされる前に自分からと思ってね。いやいや、僕は好きでよく駅にいるんだ。だからこういうことには慣れてるんだ。気にしないで。観光を楽しんでね。そう言って彼は本当に立ち去ってしまったわ。私は券売機が行列だったことを思い出して、慌てて券売機の前から立ち去ったんだけど、もたついていた私に怒ってくる人はいなかったの。私の後ろに並んでいた人は、私が遅いと分かったら別の列に並び直していたりして、気にする様子もなく切符を買っていくの。日本人はみんながイライラして怒ってばかりだと思っていたけど、全くそんなことはなかったわ。そして彼の行動と提案には感謝した。私は今回仕事の都合もあって、日本で観光できるのは1日のみの日程だから、事前のリサーチで気になる多くのお店の中から泣く泣く厳選していくつかに絞っていたの。だからこの提案で私の計画が一気に変わったわ。行きたいところにたくさん行けるじゃない。この出来事で日本人へのイメージがかなり変わったの。そして電車に乗ってみると、私の見方が変わったからなのか、さっきまで何も感じなかった電車の中で素晴らしいと感じる点がたくさんあったわ。まず電車内がとっても静かなの。みんながみんなに迷惑をかけないよう配慮しているってことなのよね。それに棚の上や地面に荷物を置いている人も多くいたんだけど、それを盗む人もいないし、安心してみんな荷物を自分から離して置いているのよ。さらに電車の揺れがあまりに少ないことにも気がついたわ。とにかく電車内が快適で、眠っている人までいるんだから驚きよ。目的地に到着してからも改めて見ていると感動する点がたくさんあるの。ホームや切符売り場なんかにもゴミが全く落ちていないし、椅子とかも清潔。駅のトイレも利用したけど本当に清潔なのよ。駅はとにかく人が多いのに、肩がぶつかるようなこともないし、怒鳴りつけているような光景も見かけない。一人一人が他人に迷惑をかけないという意識を高く持っていることがとてもよくわかったの。日本の日常の光景を目の当たりにした私は、今まで自分の持っていた日本へのイメージが覆されたわ。そして最高の気分で日本旅行を楽しむことができたわ。ちなみに私は撮り鉄の存在が気になって改めて調べてみると、マナーが悪いのは一部の人で、基本的にはみんな素晴らしい人たちみたいなの。ホームのゴミ拾いをしたり、駅員さんに挨拶をしたり、私のような困っている人を助けたり、電車や駅が大好きで大事にしている人たちだと知ったわ。そして日本旅行から帰った私は、早速ビアンカと女子会よ。日本旅行の報告をしなくちゃいけないからね。どうだった？日本料理美味しかったでしょ？話したいことがいっぱいよ。行ってみたいお店はたくさんあったんだけど、レビューを見て評判のいいところを厳選して回ったの。どこも素晴らしかったわ。まず一番感動したのは回転寿司。面白いのよ。単なる食事というより一種のエンターテインメントよ。味も美味しくて癖になりそうよ。もちろんイタリアのピザにはかなわないけど。あとラーメン。人気店と呼ばれるお店の中から私の日程で行けそうな高評価のお店に行ったんだけどね。それが結構美味しいのよ。感動しちゃった。あとはピザね。認めるのは悔しいけど、見た目の割にとっても美味しいのよ。日本の食材で創作された和食ピザもあって、本場のイタリアとはまた違うんだけど、
イタリア人の発想にはないピザで美味しかったわ。ちょっとアデーレ、あんなに否定していたあなたはどこに行ったの？日本が大好きなように見えるわ。ビアンカは興奮して話す私に笑いながらそう言ったわ。悔しいけど、今回はビアンカに負けたわ。実際に日本に行ってみて、日本という国のイメージは180度変わったんだから。すっかり日本に魅了された私は、和風ピザを振る舞うために、日本のスーパーで食材をいっぱい買い込んできたの。この美味しさはみんなに知ってもらいたいからね。日本旅行から帰宅して日本について母にもたくさん語り尽くしたの。例の子供の頃のお隣さんとの出来事について母にも話をして、どんな人たちだったか尋ねてみた。ブルーベリーのことをまだ覚えていたのね。そんなトラウマになっていたなんて。彼らに悪いことをしたわね。イタリア人と比べると愛想はなかったかもしれないけど、とってもいい人たちだったわよ。あの時アデーレが食べようとしたブルーベリーが腐っていてね、食べさせるわけにはいかないと焦って慌てて取り上げてくれたのよ。突然大きな声で怒鳴ったから怖がらせてしまったと、後々謝りにまで来てくれたわよ。母からその話を聞いた私は驚いたわよ。ひどい人たちだと思っていたお隣さんはいい人だったし、私が今まで日本に対して抱いていたイメージって一体何だったのかしら。今回の旅行がきっかけで、私は日本の素晴らしさを知ることができたわ。ぜひ今回回りきれなかった日本のグルメを味わいに、また日本に行きたいわ。エピソードは以上になります。旅先でのハプニング、本当に焦る経験ですよね。そんな時に親切にできる治安のいい国、日本はそんな素晴らしい国であることがわかるエピソードでしたね。今回のエピソードには、海外からの反応も多く寄せられています。その一部をご紹介します。海外の反応。日本では旅行者が困っていると助けるのが当たり前なの？中国では困っている人がいても見て見ぬふりするのが当たり前さ。だって助けても自分に何の得もないじゃないか。日本は一度行ってみるとそのまま住みたいと思うわよね。電車で眠れるほどの治安、マナー、技術力、本当に羨ましいわ。イタリアも含めて世界で見たら多くの国が荷物は取られる方が悪いっていう考えだよね。日本はモラル意識が格別なのよ。日本では子供の頃から人に迷惑をかけちゃいけないって教育をされるって聞いたことがあるよ。学校でもボランティア活動をしたりするって。親切にすることが当たり前になる理由はそこにあるよね。以上が海外からの反応です。自国と日本とを比較したとき、日常風景に違いを感じるという意見が多く寄せられていました。教育や習慣によって考え方や行動に大きな違いが出てくることがよくわかりますね。これからも人に親切にすること、迷惑をかけないことを忘れない日本であり続けたいですね。